まずはお座りくださいませやはり思うことは、まあ、僕私なんかは、本当に先輩方、本当に子どものときからお世話になったおじさん方、そして先輩のお兄さん方、要するに今までいろいろお教えを被った。 え先輩方への感謝の気持ちということが一番でした一番印象に残ってることやはりなんかまあそ,の時その時その時のいろいろなお役もありますけどもやはり先だって亡くなった勘三郎さんとあの10代の頃にあの 歌舞伎座でよく一緒に踊りを踊らせていただいたこと、うん、まあそれも一つの思い出ですしまああとはまあ節目節目の、まあ、襲名を2回させていただきましたんでその節目節目の襲名ということも思い出ですしえー、亡くなりました先代の金之助の叔父が やはりよく言ってたのは見てるお客様は、えー、本当に毎日毎日をその日をご覧になるわけですからやはりその日その日の舞台を、えー、真摯に努めなくてはいけないという言葉を先代の金之助の仙台から之助のいから。 まあ、子供の声でしたけども、聞いた覚えがあります。な,なんか、ね。嫌になる方がいらっしゃるとか。他の。ご職業とかって、よく話。僕一度もないです。これは。あの、一度もなかったですね。あの。もちろん、その。いろんな意味で。を。 つらいことはありましたけどももうこれは将来はやめようと思ったことは一度もないですし逆にこのうちに産んでくれてありがとうという気持ち僕,僕はですよ人それぞれでわからないですけども僕はえそういう気持ちで今まで来ましたもしかしたらこの先あるかもしれませんけ、ね、ど。<laughs>